你好、日本の皆さんこんにちは、トントンです。中国での観光ができるようになったら、まず一番楽しみたいのはズバリ食ですよね。いきなり現地のレストランに入るのは不安と思っている方も多いはず。今回はこれさえしていればスムーズに入店できちゃう、レストランで使える中国語入店編を皆さんに教えていきたいと思います。はい、ちょうどお腹も空いてきた頃なので、私が大好きな中国の東北料理東北饭包を作りながら中国語教室を開催しちゃいます。まあ、東北は東北と書いて中国の東北地区を指しています。饭包、饭はご飯の飯、そして包、包む、ご飯の包みって何でしょう。じゃあ後ほどできた実物を見せながらこの謎を解けていきたいと思います。トントン。はい、今日使う食材はこちらになります。まずメインのご飯ですね。今日私が使うのが健康にいい玄米になります。それから茄子、長いでしょう。じゃがいも、それから皆さんを包む役を担当するレタスです。焼肉屋さんでよく頼むサンチューでも OK ですよ。私が大好きな香菜、パクチーです。いい香りです。あとはこちらネギ、できればこのような万能ネギ、まあ細いネギの方がおすすめです。味付けはお味噌です。他には何もいらないです。今回の東北饭包は調理方法はとても簡単です。火を通すのは茄子とじゃがいもだけで、これからこれらを蒸していきます。そう、東北饭包の特徴としてはご飯に、マッシュポテトを加えるので腹持ちもいいですよ。じゃあ来ていきますね。ちょっと厚めの、スライス切っていくので、蒸すときには蒸しやすいから、東北饭包は思い出の中では、そうですね、小さい頃夏になるとこの饭包をよく食べますね。